それでは本日は卵チャーハンの方作っていきたいと思います。NHK 党は回答するのでしょうか。それでは卵かき混ぜます。よいしょ。にゃまがにゃんがぴょんわんがなんかもわゴールデンウィークですね。2023年のゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしょうか。イエイ。よいしょ。 ASMR ニュースとかあってもいいよね。 ASMR のニュースとかさ、いや ASMR ニュースってあってもいいよね。本当に ASMR でニュース見たくない。よいしょ。ネギを切って、よいしょ。チャーハンってでも本当に簡単でいいよね。あと油か。油よし。油をちょっと引きますね。とにかく暗いですね。トニー、よいしょ、よいしょ、いっちゃうよ。よいしょ、よいしょ。大津彩香、フルバッコ、フルバッコだよ、フルバッコだよ。よいしょ。黒川は厚彦逮捕だよ。広島おまけに逮捕だ、逮捕だ。逮捕だ、逮捕だ。おまけに黒川、逮捕だ、逮捕だ。あつひこおまけに逮捕だよ。デモ活動家を逮捕だ、逮捕だ。おまけにダンバラ、ダンバラ、パタタカラッタ。デデ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 デ。玉ねぎもちょっと入れちゃうから。玉ねぎもあるんだよね。
戦う。バカと底辺が集まってるから面白いよね。バカと底辺は N 国とへ行け。本当にさ、なんか東京新聞かなんかで書いてる人いたけど、 NHK 党がメディア党になったら強いよね、本当に。いや、それはやっぱ本当に強いんじゃない？その与党でも与党でも野党でもなくてさ、もうメディア党っていう党になっちゃう。で、なんていうの、それは強いよね、与党とか野党じゃないから。玉ねぎ、なんかだから今の感じだと、もうどっちみち今回答はしないとね、国政政党としては回答だからさ。メディア党だったらいけそうな気がしますけどね。やっぱメディア党って面白いよね。だから全部政治情報とか、なんかこう国会のいろいろさまつじを公開、ね、広く国民に共有して情報発信していくっていう、こういうそういう党はあっても良さげだと思います。あんまり質が高い米だとダメなんだね、多分。なんでかね、やっぱり米がもつもつしてると水分で難しいね、チャーハンは本当に難しい。パラパラになんないね、その中華料理屋みたいな感じになんない。
かいじゃん。すごいよ。あつひこ大砲だ、大砲だ、大砲だよ。あつひこ大砲だ、大砲だよ。だからか。おしゃれでシックな黒川あつひこ。まんさかまんさ、まんさかまんさ。イェーイ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 。レナウ。だいぶ上に春が来るよ。Yeah yeah 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 baby you better hano ga kura yeah 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 iwa lena 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 おしゃれでシックな黒川あつひこ逮捕だ逮捕逮捕だ逮捕 yeah 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 baby you better hano ga kura yeah 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 yeah, yeah.いや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 、ああ、ええわ。じゃあ、何だろう。チャーハン作るのは本当に難しいね、チャーハン作るの。チャーハン作れるんだけど、美味しいチャーハン作るのは本当に難しいよね。インターネット珍獣規制法とか来るべきよね。いやでも黒川敦彦はなんでバンされないんだろうな。ヘズマとエンドチャンネルバンされる。ヘズマとエンドチャンネルって変わんないじゃんね。政治的なだけでさ。チャーハンでございます。いやできたよ。ちょっと。よいしょ。ちょっと食ってみるよ。どうかな味。うめえ。うめえ。ちょっとし。うまっ。